ね、星野さんのビジョンをまずお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございます、まず最初にあの皆さんに青森屋にいらしていただきましてありがとうございます、本当に東京から遠いところなんですけども、日本文化がすごく残っているあの素晴らしい場所なのでまた皆さんで、個人的にもいらしていただきたいと思っています。あの再生のビジョンということなんですけども、実はあの日本の産業が大きく変化する中で、私が担当している観光というのはすごく注目していただいているんですね。でこれはあの国内の需要も大きいだけではなくて、外国から日本に入ってくる方々が増えてきてますし、世界の中で外国旅行をする市場が急速に伸びています。これは新興国の方々が外国旅行をし始めているからなんですけど、その力をやはり日本の中にこう取り込むということが、私はすごく大きいと思うんですね。当時あの30年前40年前にあの日本の製造業の方々が海外に出てって、物を売る輸出してきた、観光産業にとって輸出っていうのは実は海外から日本にいらしていただいて日本のサービスを買っていただくことが輸出になります。ですから外貨獲得にあの本当に観光が、貢献できるような時代にしていきたい、それが日本の、 あの再創造に、貢献していける、私たちの産業の役割だというふうに、信じて頑張っていきたいと思ってます。あのすでにいろんな行動を起こされています。いろんな挑戦やられていると思いますが、今年、これから直近で、起こされる新しい行動、これはどんなものがありますか？まず2つありまして、1つはあの昨年の震災原発で、実は海外から日本に来る人の数が、劇的に減ったわけなんですね。であの、減ったっていうことをあの戻していくってことも大事なんですけど、この機会に私たちの戦略を見直すべきだっていうのは私は思っています。ですから少しずつお客様戻ってくるんですけども、あの戻ってきた時により強い日本、より魅力ある日本として、復活したいっていうふうに思っていまして、私たち の、 その今までのどんどん伸びてきたインバウンドですね、外国からのお客様を受け入れる仕組みをもう少しあの戦略的にしっかりしていきたいというのは1点です。でもう一つ、あの私あの4月からあの始まる NHK の番組に未来塾というのがあるんですけども、これは東北の10年後を考える、観光の力を見直そうという番組のテーマをつけていただきまして、実は4月の4回の番組を私は担当するんですね。であのこれをすごく一生懸命やりたいと思ってます。で今学生の皆さんと、いろんな議論をしながら、またいろんな活動をしながら、この番組作りをしてるんですけども、ここで私が今あの感じていることは、あの若い人たちが意外に旅行してないんですね。日本の国内も旅行してないし、外国にも行ってないです。ですからもう少し私たち業界の人間として、日本の若い人たちが日本の中を旅行できる仕組み、決してそのすごくお金がかからなくてもですね、自分の場所から違う場所の日本を見てもらえるような、イニシアチブ、それこそあの、堀さんたちが言っている100の行動の中に若い人たちに日本をもっと見てもらおうというようなことを、始めなきゃいけないなということを今回すごく感じています。そこもなんか行動を起こしていきたいなというふうに思っています。楽しみにしています。ありがとうございます。